エイリアンの便箋。元気にしていますか？高校生活の3年間はどうでしたか？男同士で集まってむさ苦しい青春でしたか？卒業後、羽目を外してバカなことはしないようにね。それと、これは忠告です。余計なことに首を突っ込まないように。でも、何もしないで安穏としているマックスも魅力ないかもしれないわね。マックスの人生がどうなるのか、少し興味があります。私のことを忘れて平凡に生きてください。15年前のことで。そうかもしれないけど、そうだな。この辺りには京店商店街は高校昔を思い出して女の子に声をかけ、少しくらいいいだろう。いや、思い出はたくさんあるけど、頭の中のも、そう、どうする？そういうのは得意。ここの裏道は入り組んでいるから、ついて。でも、これからどこに行くんだ？当てはあるのか？ここは何だ？あれは、あの時のお前と今のお前が異星人に体、よし、 UFO 研究所か。お前文句を。 UFO は小説や映画の中だけの。政府はまだ発表してないけど、異星人はもう空想。証拠だってある。島根では。これが UFO の写真ね。あ？この写真はどこ？これは日の、なんだろう。5月。その日がどうした？クラスメートと日の岬灯台に。なんだよ、
この立ち入り禁止みたい。せっかくここまで来たのに、ちょっと入ってみようぜ。立ち入り禁止のロープの中に入ったんだ。何が？ダメだ。15年前の5月10、間違いない。 DAY513 だ。 UFO ファンなら知らないやつ。日の岬灯台に行けば、お前たち尾行されて、それより裏口から逃がしてやる。15年前と同じコースで行くことで気を…いや、それは思い出した。両親の仕事の都合で転校してきた吉岡しおりです。彼女は高3の春に転校し、それが以前からとも、そんなこと、15年前、この風景だ。あれは、もしかして、嘘、映画の撮影。あれ、異星人の、これは本物ですよ。すごい、うわぁ、グロ、俺たち、おい、誰かに知らせ、あいつら何者だ。信じられないかもしれないけど、俺たちは見たんだ。黒服の男たちに捕まったんだ。どうして？チビからメールで呼び出され、いや、それなの。あれは、文の尾行を巻いた。マックス君が案内してくれたんだ。GPS が、文の教授、これは、おとなしくしていたら、吉岡しおりは、あれ、優秀なエージェントなんだけど、彼女、無駄ですよ。あの8人はど、記憶を書き換えて、事故に見せかけて殺すというのはどうですか。手荒な真似はした。記憶の書き換えがうまくいかない人物は、7人は UFO の残骸と異星人を見ています。真相を探りに来た男も殺しましょう。あいつは、彼は政府が異星人の遺体、それを知ったら、あな、15年前、政府の秘密機関が回収に、我々は7人を捕まえて、彼らの記憶を消した。彼女は1年間、それは彼女のアイデアだ。そうすれば、文の邸を研究室にして、また、文の綾の作り話を利用して、ただ、彼女は少しいたずら好きだったんだ。彼女が、私にもよくわからない。彼女は優秀だが、気まぐれでいたずら好きなんだ。
UFO の技術があれば日本は。あなたは知りすぎたよ。どうし無駄で早く。森田、それは何？証拠だよ。ただのいたずら書きじゃない。いや、これは助け